こんにちは、RE 戦国覇王です。豊臣秀吉が天下を統一するまでの主な戦いを全8回に分けて紹介しています。今回は6回目、天下統一を目指す羽柴秀吉が長宗我部元親と戦った四国征伐についてお話しします。本能寺の変で織田信長が死んだ後、他の武将に先駆けて明智光秀を倒した豊臣秀吉は、柴田勝家を破って信長の後継者という地位を確立しました。彼は引き続き天下統一へ向けた戦争を継続し、最後に小田原の北条氏を滅ぼして統一を果たしました。しかし、彼に残された時間はわずかでした。後継の秀頼の行く末を案じながら、梅雨と落ち、梅雨と消えにし、我が身かな、何はのことも、夢のまた夢、と読み、63歳の生涯を閉じました。四国制覇の夢を叶えた長宗我部元親でしたが、秀吉の大軍に攻められ無念の返上となりました。それでは今回の目次です。1導入、2元親の積年の夢、四国統一ついに叶う、3四国制圧を図る秀吉、大軍で三方からの攻撃、4軍備の質と量の差で敗れた元親は土佐に報じられる。この流れでお話しします。天正3年、長宗我部元親は四万十川の戦いで一条氏に勝利し、土佐を統一しました。この年、本城である御工場の四角には瓦葺きの建物も新築されています。元親は四国制覇への第一歩を踏み出すため、織田信長のもとへ使者を派遣しました。そして、長男千勇丸の烏帽子親を頼み、信の字を与えられ、信親と名乗らせました。さらに、阿波への侵攻許可と、四国は切り取り次第所領にできるという許可も得ました。この時に取り継いでいたのが明智光秀です。時は戻って元亀2年、元親の弟、島親政が療養のため播磨へ向かう途中、海部城に船を停泊させていました。しかし、敵と勘違いした海部友光により殺されてしまいました。これを恨んでいた元親は、阿波国境の愛宕城、海部城を陥落させ、周辺の麦、日和佐、由紀、桑野、松鶴などの城主も降伏させました。天正5年、元親は三好郡白地へと侵入し、白地城を奪取、谷忠澄に守らせ、四国制覇の拠点としました。その頃、阿波では元親の援軍を得た細川実行が松水城を脱出して三好長春を討ち、代わりに曽郷正康が松水城に入り支配していました。一度は四国の支配を許可した信長でしたが、元親の勢いを無視できないと判断して心中を迫りました。しかし、元親はこれを拒否、信長は正康を助け、元親と対立しました。正康は中国地方で毛利氏と交戦中の羽柴秀吉と通じ圧力をかけました。天正7年、元親は茂清城を奪い勢力拡大を続けます。天正10年、本能寺の変で信長が倒れ、三好方は後ろ盾を失ってしまいます。元親は中富川の戦いで正康に勝利、阿波の大半を支配下に置きました。その後、元親は天正12年に讃岐の曽郷城を攻略。続いて阿波から虎丸城に逃げていた正康を攻めました。天正10年の曽郷城の戦いでは元親の大軍を退けていましたが、ついに城を捨てて大坂の羽柴秀吉を頼りました。こうして元親は讃岐をも支配下に置きました。伊予への侵攻は天正4年の南伊予に始まり、宇和郡北郡に攻め込みました。しかし、北伊予の河野氏が毛利氏の援助を得たことや、南伊予では西園寺氏に属する土井清義などの活躍で元親の伊予攻撃は一進一退しました。伊予への侵攻が活発になったのは天正12年、讃岐を制覇してからのことです。阿波、讃岐を支配下に置いた元親は残る伊予方面に全勢力を注ぎ込みました。手間取っていた伊予攻めも次第に毛利河野軍を劣勢に追い込んでいきました。ついに西園寺金広の居城黒瀬城を陥落させます。天正13年には河野氏を降伏させ、念願の四国統一を成し遂げました。なお、阿波、讃岐、伊予の一部が残り、四国完全制覇はできていなかったという説もあります。羽柴秀吉は天正10年信長の死を聞き、
すぐさま毛利と講和して京へ戻り、謀反を起こした明智光秀を討伐しました。その後、柴田勝家や徳川家康との戦いを経て、天正13年に紀伊に侵攻、雑賀衆や根室衆の拠点を攻め落とし紀州を平定、着々と四国制圧の準備を進めていました。元親は秀吉に進物を送り講和を試みましたが、讃岐・伊予の返納を命じられました。そこで伊予一国の返納で許しを得ようとしましたが、秀吉は認めませんでした。一方で、阿波・讃岐の返納により、伊予・土佐を安堵するという条件で、一旦は講和が成立していたという説もあります。結局、秀吉が長宗我部氏・毛利氏の一方が強大になることを警戒し、交渉がまとまりませんでした。天正13年5月4日、秀吉は先鋒として黒田義高を淡路に向かわせました。秀吉は6月3日を出陣の日としましたが病にかかり、16日に弟の羽柴秀長を総大将として出陣させました。秀吉は所掌に讃岐、阿波、伊予の3方面から攻撃するように命令を発しました。讃岐から順番にお話ししたいと思います。讃岐に向かった宇喜多秀家率いる備前美政の兵は、播磨から出陣した八須賀正和、家政伏、黒田義高、千石秀久ら所掌とともに2万3000の兵で屋島に上陸しました。200の兵が守る高松城を落城させ、周辺の諸城も攻略しましたが、上田城の守りは固かったため、義高は城を放置して大阪峠を越え、阿波に入り、秀長軍と合流しました。秀吉の弟の秀長は、紀伊、大和、和泉の兵3万を率い、堺から船を出して淡路洲本へ、甥の羽柴秀次は、摂津、近江、丹波の兵3万を率い、明石より淡路に渡り、福良で秀長軍と合流しました。鳴門海峡を越えて土佐止まりに集結した船は800にもなる大船団でした。元親も白地城を本陣とし、阿波に主力を集結させました。長宗我部方は木津城に東条官兵衛、牛木城に高宗我部親康、猪山城に吉田康俊を入れました。そして一宮城に谷忠澄、江村親俊、岩倉城に比叡山親興、脇城に長宗我部親吉を配置。木津城の東条官兵衛は秀吉方についた叔父の東条紀伊守の説得で開城。この知らせを聞いた牛木城の高宗我部親康と猪山城の吉田康俊は逃亡しました。一宮城は善戦しましたが、秀長の兵5万を相手に耐えることはできず、7月中頃に開城。秀次や義高が攻める岩倉城、脇城も陥落しました。伊予方面では毛利輝元が分国8カ国から3万の兵を集めました。第一陣を小早川隆景、第二陣を吉川元長に率いさせ、今治、新居浜から上陸しました。丸山城の城主、黒川広隆は戦わずに降伏。東伊予の実力者、金子氏のこもる高尾城、金子氏の本拠地、金子山城、金子氏の主君、石川氏の高峠城も陥落。毛利軍はさらに東へ進み、川之江城の攻撃に取り掛かりました。元親のこもる白地城は、羽柴、毛利両軍によって東西から攻撃される形になりました。このように羽柴、毛利軍による攻撃は3方向から同時に行われました。元親は各所で防戦に努めましたが、兵力が分散され追い詰められてしまいました。白地城にこもる元親は、戦わずに降伏するのは恥であるとして徹底抗戦を主張していました。しかし重臣たちの説得により降伏することとなりました。この説得に尽力したのが一宮城を守っていた谷忠澄です。南海治覧記には降伏を進める忠澄の意見が述べられています。秀吉の兵たちは武具が輝き立派な馬に乗り、兵糧も多くある、味方の装備は貧弱で兵糧もなく長期戦はできないと上方との差を指摘しました。八塚正勝が仲介となり、8月6日には和睦が成立。秀長の斡旋もあって、元親は土佐一国の領有を許されました。一方で長宗我部当主が毎回3000の兵を率いて軍役を務め、人質を出し、徳川家康との同盟が禁止されました。こうして元親は讃岐、阿波、伊予を割譲し、秀吉の四国平定が完了したのです。
ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週金曜日に戦国時代に関する動画をアップロードしています。楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。